アケミ？そうだ、シンジは確かにそう言っていた。しかし、そんな名前の女、いくらでもいるぞ。それだけじゃな。いや、そうでもねえ。ああ錦山組の田中の頭は、実は風俗好きでな。知ってたか、キリュウ。まあな。ここ何年か、奴が通ってる店がある。桃源郷ってソープだ。そこのナンバーワンが確か、アケミ。なるほどな。ただしだ、そこは普通の店じゃない。ビル一軒丸々ソープになってるが、看板もねえし、パッと見じゃそれとわからねえ。しかも、一回遊ぶのに100万はかかる。100万？現役のタレントやらモデルやらが働いているんだ。選ばれた人間の遊び場さ。おじさん、ソープって何？ん？うん、その、まあ、風呂屋だ。いや、サウナか。俺に振るな。銭湯ってこと？いや、それとも少し違って、その、おじさんは行ったことあるの？ん？あ、あ、まあ、いや、嘘。私どんなとこか知ってるよ。何日も歩いてたんだから。こりゃ一本取られたな。